郊座神社は、日本各地にある神社。郊座神社は、福島県南相馬市原町区にある神社である。旧社各は豪社。行方軍、縁技式式内社八座のうちの一座である。奥愛志によれば、道の区国内の縁技式内社百座の、うち行方軍内にある、式内社八座の一つと伝わるが、神座来歴は不詳である。王子は、 現在の鎮座地の西の高倉村に鎮座し、社地も広大で境内者も多かったと伝わる。押賀地区、馬場地区、大木湖地区の境界である、原町地区馬場、赤島付近に旧跡が残っており、おそらくは、戦火や兵乱によって社地は荒廃したとされ、再建するも元には戻らず、勝者となってしまったという。大道元年4月20日に社殿を造営し、 文案年間に、藩主相馬氏から、神田一貫十八分の寄進を受けた。慶長七年、藩主、相馬義種が、徳川家康の命により海域になり、そのため寄進を受けた神田は失われた。この頃者手のひらを務めた者が若かったため対処できず、この時期以降は、神田は失われたままになっているという。社域内の樹木も伐採された旗にされたが、 原文年間にはその地も荒廃したという。それより前、遠藤八郎左衛門という者が村に住み、王子の社地の北端に紳士を設けて守り神にした。八郎左衛門の着手や子孫だが、現在の賃座地である、押釜付近に住んでいたという。安永三考五年に社殿が再建され、その頃の胸札が残っている。完成十一期日年に伸びがあり、社殿が年始した。 この時、藩主から、境内の杉の木を数百本売って得た金十一両二分を賜り、失われた社殿を再興した。文化十二を追悼し、相馬藩主、相馬マスツグの命による調査で、当社が、縁起式内社行方発車のうちの一座である、高座神社であると否定された。同年、歴史ある神社ということで一石の他が車両として貸し出された。ありがとうございます。